青春ライゾーバーオ、BCD のヤッホーヤッホー、これは昔のこと、吹き矢です。吹き矢、日本吹き矢協会夢クラブ名場会会長ですよ。これすごいね、軽く腹筋すごいつくつですよ。はい、今日のテーマは書いてあるけど、夢教訓自ら語るべからず。なんでって、サブタイトルの写真があんまりかっこよくなかったから、まあこれやったら一応まだおしゃれやんって言うて選んだだけやからね。はい、今日は何をやるか。はい、まずね、これかな、あ、それより前に前回のこれや。はい、今観察力やってるわね。これ覚えてるかな。何回も言うように、今もまだかのよ、気力、やる気と正規好奇心と健康やけど、気力まだ打てば響けんやついっぱいおるからな。これできたと仮定して次行けへんから、今もう観察力入る。で、観察力っていうとは全ての原点、一番ベースになるからね。洞察力とか想像力難しい、決断力より前に観察力、いろんなことを観察してそれが当たり前になるようにする。わかるかな。よし、例えば今回で言うたら、あ、前回で言うたらね、じゃあ胸にね、白鳥とアヒル3匹、3羽おったんですよ。きっと誰も気づいてへんけど、金色の中やったからほとんど分かれへん。金色が白鳥で、あと緑色がアヒルのつもり、イメージでこちらについてあったと思うんだけどね。で、それが3匹、要するに観察力ね。はい、ブロチーと思う、誰も気づけへん、多分ほっとったらばかれへんみたいな。で、その次に珍しく大概より白か黒のベルトしかせえへんわけ。ところが昨日は茶色のベルトをしてた。当然初登場のベルトやねんけどね。はい、それとあと金髪、あと金色のパンツ。金色のパンツはヨガちゃんが気づくかな。金色はみんな気づくかもしれへん。で、金色の指輪、左右対称でみたいな。今日で言うたら、こっち側は失敗してもええように、転倒しても無視する転倒無視、こっちは人生バラ色のバラみたいなね。で、ネイルはおそらく昨日の、あ、前回の動画では細部までは判断困難かもやから、今日ちょっとそれを説明するね。で、手のひらも金色にしてたやんか。普通そう言われてみたらわかるかもしれへんけど、言われへんかったらきっとわかれへん。で、あと金色のペンダントを買って二重につけてて、で、一つはペンダントと一個はこうアクセサリーみたいなをつけててみたいな。あと細かいこといろんなあんねんけど、一応はこう、それも観察力。昨日も結構早かったやんか。で、言うてる意味が分かったら嬉しいかな。だから今日も早いかなって判断せなあかんねんか。今日遅いやつは何してんねんって、もう言う気なくさねん。こんだけ言うて、今、打てば響けの底辺の底辺。これ子供には絶対負けるし、仕事関係の人だったら絶対負けるし、利害関係ある中だったら全部負けるし。情けないけど。まあ、
まあまあいいわ、みたいなね。ほんで、前回、これ前回やんか。だから今回で言うたら、みんなどこまで気づいてるか。まず例えば、説明するね。この毛を、よう見てね。だん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 
分からへんかもしれない。うまいわ。はい、この手を見てもうた。ネイルね。だから、多分、仕事となったら、そういうところまで身につくわけ。例えば、観察力ね。ギター弾いてるわね。はい。左右、親指と小指だけが長いわけ。なんで長いか、今説明するからね。で、人差し指、中指、薬指、左手はちょっと短いの。右手に比べたら。みんな色チェックしてたもの。色よりもこちらの方が重要なわけ。今回はね。そこまで。例えば、あ、ギターやるんやな。エレクトーンやるんやな。って知ってるやん。なぜ？なぜ親指と小指が長くて、左側が短くて、右側が3本、長くもなければ短くもないね。ちょっと3ミリだけ長いね。こっちのこの3本の方がね。こっちよりは。想像力を働かせ。ここまで言ったらわかるかな？はい。そうやね。ギターを弾くからやね。ギターを弾くから、左手はコードやから、爪があるとコードが弾けないの。でも、親指と小指。小指ぶっちゃかったらブサイクやから、小指を使わんコード展開で練習してる。わかるかな？だから、小指を使えても、使わんとこうと思ったら使えへんからね。その展開で。それと今度は、エレクトーン弾くときに、爪が長かったら弾かれへんの。カーンってやったら爪ポコンと取れてしまうの。だから前の3本は短い。前の3本は短い。親指は、外側で当てるから、あんまり爪の長さは関係ない。小指も、こういう風に、側面で当てるから、あんまり関係ない。だから、親指と小指が長く、で、人差し指と中指と薬指が、ちょっと短いけど、左手の方が長いのは、これがピック側になるから。なんでかって言うたら、普通ピック持つやん。俺ピック持たんと、コトン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 。まだ、まあ、いずれ。要するに、ドラムのように、こう、叩きながらピックを弾いていくわけね。俺なんとかそうでも忘れたもん、そればっかりだけど。それがやっぱり、あ、ちょっと一番おしゃれかな、みたいな。ちょっとかっこいいかな、みたいな。だから、でもまだ俺、左手と、右手の薬指が可能して産んでるわけ。言うたよね、爪切りすぎて言うて。で、今ずっと可能止め飲んでるんやけど、ちょっと痛みましなったから、そろそろ始めようかなと思って、大変やね、これ。これ買って、もういろんな、血がずっとこもってるみたいに、とかいろんなこと金銀やったけど、まあまあ、みたいな。これも観察力でパッと見て、あ、ギター始めてる。あ、今回はええことやな。あ、ギターやな。で、わかるわけ。そんなことばっかり注目してたらね。だから実際やるときは、このネタ歌うから、テープをピッと巻いたりとか、ピックの、ギター専用のパカつけたりとか、いろんな方法あるけども、いろんなことやった。それと多分気づいてへんやろうけど、バーデン病、これほんまカッパー曲がってるやん。でもこれ、やる前にぐーぐーっとやっといて、一応まっすぐやん。またほっとったら曲がるんやけどな。最初の頃はすっげえだった。俺いっぱいキャップも作った。あれ、Facebook かな？いや、YouTube かな？わからへんけど、このバーデン病のばっかりバーっとこうやって、市販のこうだって全然聞けへんからってやってたことだと思う。まあ、ええわ、みたいなな。その観察力やね。これも、細かなことで爪一個でもこんだけ変わんねん。やる時間帯によってなんでかも変わるねん。みたいなことやね。だから観察力が
どうこうせえへんかったら、洞察力もつけへんし、想像力も貧弱になってしまう。これはな、これ今回で言うたら、ほら、ここエクステンション、これをつけてなんかしろ、パーンとな。で、あとこう、忍者か、なんか、洋服屋の名手か、わけわからんけど、なんかこう、ああほら、これは、タヌキ捕まえた時に、これで足かせするようにしてたわけ。だから、持ってたら動き取れへんから、これを首につけて、タヌキが捕まったら、へいってやっつけるみたいなね。そういう、ほどがいいね。面白い？はい。そして、まあ、そんなもんかな。あとこれは、手のブロックだ。パンとこれで受けられる、みたいな。少々こう、棒ぐらいだったらこれでパンと止められる、みたいな。ほんで、あれちゃうわ。え、ちゃうわ。ちゃう、俺。ちゃうやないけい。あれダサいな、俺。で、どれからやっていくかな。はい、まず一番や絶対まずみんなが、俺今回全然進めへんのは、あれなんで進めへんねん。これや。ダサ。あ、できたできた。はい。これ見て。はい、今童話やってるわね。まず丸暗記しましょう。ちょっとみんなが喜んでほしいことはね。みんなこう来るやんか。なら一人最低4やんか。今陣痛はお休みしてくれたら9人やんか。これもし全員来たら、四苦36に新しいやつが9やねんけど、まあ、それ別やわ。で、あとみんな何回かやり直しになってるから、少なくとも俺は前回投稿から今回までで、50回ぐらい見なあかんわけ。来てへんやつもおるけどね。それもやはりこんなこともし、どうこうもしじゃねえ。だからいいやん。ここでこそ、忙しい忙しいになったら、俺の立場になってみって考えたらいいね。多分少なくとも10倍忙しいと思うよ、俺。マジで。こんなん何のメリットあんの？バカ丸出しやん。でもそんなん思ったら仕方がないやん。なんで5年かかるみたいな。でも全然繰り返し言うても一向に前向きの兆しなかったら大変やんみたいな。これ組織で言うたら、会社で言うたら校長先生が怒られんねん。で、学年主任が怒られて、で、担任が怒られて、みたいな。でも、首なのは校長先生やからな。これが世界の、世間の仕組みやからな。しょうもないことやったら、担任の先生が辞めさせられるか、学校主任が責任取るか。で、なったらねえんか。世の中な。だから、まず、なんで丸暗記制って言ったかって言ったら、一番、紙芝居形式やね。これ何回も出ると。紙芝居形式言うとは、顔が見えへんやんか。顔が見えへんことは、こうやりながら、身振り手振りでけんから、そう聞いてるかやろうとか。自分自身が、声のトーンによって、画面で判断せなあかんねん。だから、話して、例えば、たぬきさんが出てきた、うさぎさんが出た、声変えてる子、いっぱい。最初この頃から比べたらもう全然笑ってる。嫁が言うたもん。うわぁ、機械が読んでる。機械読みが、なんか、ちょっとなんか物語風になってきたなって褒めたもん。最初も聞いてられへんの、みんな。棒読みで。そして、言いました。おばあちゃんが言いました、みたいな。おじいさんが言いました、みたいな。わおぉ、みたいな。それは自分の最初の比べたらわかるわ。全然進歩してる。で、一番は、
紙芝居やねんけど、みんな手抜いてるやろ。最初紙芝居やって、それで顔が見えへんから離して、抑揚、時間をチェックせなあかんねん。その間に見てもええねんもん。そういう手抜いてるやんか。みんなそのまま打って、2番から入ってるやんか。1番からせえへんの、そういうことやねん。俺本当なんで1番からしてほしないか言うたら、ええで子供たちが固定概念植え付けられるからやねん。その絵見て、挿絵とか見て、勝手なイメージするやんか。それやってほしないからやねん。でもみんな違うもん。みんな手抜いてんねんもん。だから、画面、俺隠れといて、これで喋る。これが紙芝居やねん。その代わりに、声で抑揚をつけたり、時間をこっちが測ったり、見てもいいねんから。紙芝居は。こっちも見てるやん。まあ覚えてるけどな。で、抑揚。できるだけ会話形式にした方が子供は分かりやすい。ここで言うたら、そこばっかり見てんねん。ええか?よそ見しちゃったら、うたやで。あ、昨日あんまり寝てへんのちゃうかみたいな。ずっとここ、今俺ここに生徒いっぱいおる設定で喋ってるやんか。なんでやったら4番っていうのは複数で喋るから。1番、2番は1人やねん。1人語り、紙芝居、次1人語り。3番が人に向かって喋る。4番が複数に向かって絵を使って喋るっていう想定やねん。で、2番で一人語りやんか。この時には体で話すやねん。俺手見てみ。そしてな、これな、そしてな、こんなんやろ、こうこう、そしてな、誰もこれ、そしてお兄さんが言いました、こうやろ、しがべやん。そしてな、そうやねん、動いてない?体で喋ってないか?返事は体でせえ、はいみたいな。はい、言うと、はいって言うと、返事された方が気持ちいいやろ。それと同じ。最低限の、これが当たり前になったら、どうってことないねん。でもみんな声かって、ハキハキしてん、ダラダラダラ、面接は絶対落ちるわ、みたいな。はい、なんとか、はーい、始まり始まりみたいな。ハキがゼロ。ハキってのは、どうやってないかな?キャスケーみたいなもんやな。だから、覇気が全然ない。今から始まりますよっていう合図やもん。やっほーでもええし、こげこっこーでもええねん。紙芝居始めるときは。わかるかな?そういうこと。ほんで、今度は、体で喋ろう。だから、ジェスチャーとか、顔とか、いや、違う、そうだとか、へえ、向こう見てごらん。いや、こっちだよ。顔で、はあ、そう、じいさんや、ばあさんは、ってあるやん。ってなってくんねんか。これが1、2やん。で、次、3、4は、相手に語りかけるように、聞いてるかみたいな。そこで同意を求めたり、同意を求めたりの複数にはいいけど、一人の時はいらんねん。聞いてるか聞いてんか、すぐわかるから。だから、逆にこれ、目を閉じて聞いてもってもいいねん。3番は。ここでもう詰まっとったら問題外やねんか。だから丸暗記制やねん。でもこれが一個できるやんか。まあ、他のもこれでできるっていうことやねん。一個覚えるん大変や。一軸。最初覚えていいねんか。あとは自分何したらいいねん。日にしたって忘れるやん。例えば最初合格したやつがしばらくしてやったらもう全然問題外やん。な。だから次目を閉じて聞いてもらう。次は4番。画像処理、俺がやってるやつや。な。相手の目を見て喋りながら、ほら、それ何人も、こうこうしながら、な。表情を見てるのかな。こいつ分かってるな。こいつ分かった時見やんでや、他のとこみたいな。ということは、物語の内容は当たり前。当たり前で、目線を見て、表情を見て、反応を見て、喋れることやね。そして、ここは思い通りの結論へ持っていけるように喋れたら丸やいうことや。だからみんなさ、おばあさんが悪者とか、狐が悪者、うさぎが悪者、ちゃうちゃう!まず基本、当たり前の基本できて、これが4やねんか。もう基本中の基本。絵本に書いてあるやつをこの4種類でどこでも語れたら丸いことやねん。わかるかな?今みんな勘違いして、まあ、俺は説明悪いかもしれんけど、この4種類をどの動画でも言えるようになったら丸。
紙芝居でやっていいよ、みたいな。一人語りでやっていいよ、みたいな。じゃあ、マンツーマンでやっていいよ、みたいな。じゃあ、5人相手にやっていいよ。それが1、2、3、4やね。そして、得て増えて、これ書いてるかな。得て増えてがあって、得て増えてがあって、はい、行くで。童話の世界、得意分野、年齢層をまず把握しろ。自分はどこが得意なのか。自分はどういうとこが、まあ、不得意やないけど、あんまりしないのか。例えば、カチカチ山。これはいろんなパターンやってるやんか。一寸法師も、浦島太郎も、醜いアヒルの子、シンデレラでもええで、入ってる。とりあえず、やった。授業でやった。講義でやったやつを、どれでもいけるようにやれ、みたいな。じゃあそこで、カチカチ山で、たぬきさんが栄養にそのままに、るには、物語の最初にチャラッとつけたらいいねやろ。中の絵、鉄砲で撃たれたをつけたら、あと従来と一緒でいいねやろ。童話はできるだけシンプルに。ガチャ、シンプルに、短く、要点を述べて、言いたいことを伝える。これが童話やね。なんでって、童話って、誰に、お母さんが誰に子供にやん。ちっちゃい子供は8ページ。次12ページ。これだいたい16ページやね。でも、幼稚園ぐらいね。小学校入って、童話は聞かせへんやんか。幼稚園ぐらいまでと思うねん。だから、得意分野。年齢層、それ関係ないんで。言い方変えたら、幼児。これは一番簡単なわけや。みんな向いてくれるから。誰でもできるね、頑張ったら。一番簡単やから。じゃあ、若者に童話やって、まず振り向いてくれへんと。そやろ？その時に、みんな見てみ、今、英雄知ってるやろ？みたいな。今、ほら、浦島太郎がさ、竜宮城行ってさ、みたいな。割引やからみんなも連れて行ってさ、みんな言えるやん。若者聞くやん。なるほどな、お、なるほどな、みたいな。子供にやったら、何を自分が言いたいのか。年齢層を過ぎて、よっしゃ、約束は守らなあかんと思ったら、浦島太郎が箱開けたらあかんを重点に置いたら、子供は約束守らなあかんなってならへんか。親を大切にせなあかん、帰ってきたら死んどった。それはターゲットを自分でできるねんか。年齢層を把握することによって。若者、中高年、聞いてくれへんわ、こんなもん。はい、童話、はい、はい、みたいな。童話から何か読み取ってや、みたいな。もし指導者になるんやったら、絶対これは必要やで、みたいな。物語やないと、喋り方やと。どうやって人の心をつかむか。これはどの物語でもね。それが欠けてる。欠けてるから、みたいな。最初みんな今、摩訶不思議夢軍団、とんでもなく下手やったからな。下手読むと違うよ。これ、誰が聞くねん、こんなんっていうレベル。どれとってもだいたい5分から7分やねん。物語見てみ、YouTube で、だいたい5分から7分ぐらいは、10分ないないない、みたいな。子供は集中力持てへんから。そこへパンと述べなあかんねん。だらだら寄り道しとったらアウトやねん。っていうことやねん。なら中年層。お年寄りは結構近い。近い。けれども、これも簡単で、お年寄りの目線を盗んで、こっち向くようになったら、どれを取っても大丈夫やねん。それが、1、2、3、4やねん。どれでもええねんけど、他の人に質問されたら答えられへんやろ。だから、一旦授業やったやつでやりましょうって言うてんねんか。なかなかいけへん。もう情けなるという、もうなんか、もう、他のやつやったら、ああ、俺が魅力ないのにさ、おいおいおい、俺も人選ミスかなと思う。ええー、これちょっと、俺も人選ミスかな、みたいな。まあ、ええわ、5年かけてやんねんけど、みたいな。でもちゃうで。毎日全力投球してるで、俺。だから、これいつもこう言われんか。汗びっしょりやからな。
考えて、これやってどうこうして、これ、例えばこれなんかって全部、これ今全部やるって、バーってこれ、これ別に15でも50でも一緒やんか。これ作って、これ作って、これ作って全部どれでも説明してみたいな。1個5分でできへんか。絶対どう考えても最低10分かけるだって、これだけでも15あって150分やんか。もっと多い時なんかやったらもっと50ぐらい作っててんからさ、どんだけ時間かかるか。ただ一人がすごいやんの早いと思う。でも俺俺で楽しんでるもん。だから一つの中で、どうしたんかな。この花形、これ昨日撮った花やからな。だから自分自身がこうやる中で、それを例えば、どうやればおしゃれに見えるかみたいな。夢、教訓、自ら語るな。これどういうことか言うたらな。例えば夢。なんで夢来てんのって絶対よう聞かれるわけ。よ、夢ばっかりやね。なんで夢ばっかりやね。実は子供が言えへんもん。吉田松陰って知ってる？知ってる知ってる。あ、ぐ、携帯持ってる？ちょっと調べてみて。吉田松陰夢って。出てきた？声出して読んで。はい。夢、理想、計画、実行だけ覚えておくね。だから、夢なき者に理想なしや。理想なき者に計画なし。計画なし者に実行なし。実行なし者に成功なし。で、俺、それに、夢、理想、計画、実行、この3つだけに出てくるの。だから、覚えるのは、夢、だと理想、計画、実行、これだけだよね。これ言えねん。これを丸暗記していらんねん、そんなん。要は、理想なかったら、ダメやで。理想するためには計画せなあかんやん。計画して実行せなあかんやん。全く一緒やもん。な、これになったら、みんなも、お、賢くなった、よしよしよいんか。いちいち俺がこの夢を説明せんでもね。子供の長い夢でな、言わんでええねん。嫌味じゃないやん。例えば、時間厳守言うときかって、なんか時間が来たらアウトになりました。シンデレラあるやんか。シンデレラ買って12時までで、まあなんでもいい。なんかそういうのね、言いながらやった方が、上から目線よりも、なるほどなって聞いてくれんねん。わかるかな？だって彼って29歳で死んでんねんからな。でもすごい影響力残してるやんか。なんだ、年齢も関係ないことはないけど、みたいな。ほんで、それができるとどういうことかって言うたら、先にこれかな。これね。まず、童話の世界。もう、原点に戻って喋るわな。はい。みんな童話やってるやんか。なんでこんなん。俺、こんなとこでこう足踏みすると思えへんかったもん。こんなん当然できると思うとった。俺が大きな間違いやから、これ3週目？次も違うかなみたいな。だってみんな合格せへんねんもん。これ全員合格するまでいけへんねんもん。なんで、基礎の基礎の基礎やからやんか。みんな自分のこと必死になってる。仕事やったら必死になるみたいな。え、みんな仕事より俺とこの方が順位上やったんちゃうかなみたいな。え、みたいな。だからもう忙しいと思ったらもうやめなさい。もう5年も無理やからな。もうあかんと思ったらもう早うやめなさいみたいな。全然平気やからな。もうあかんついてこないんだもん。やめなさいみたいな。これができたら仕事がガラッと変わるよ。忙しいとか時間の観念、時の観念、ガラッと変わるよ。この間あんだけ説明してんで。重要。休養、重要やけど。みんなは休養ってないねんか。重要かもしれんけど。言うてんけど、それ、サラリーマン、上になりたいやつは、給与で、重要、わかりました言うけど、アルバイトやったら、給与かもしれんけど、俺別に重要ちゃうもん。でもやれへんかったらお金もらえへんからやるよ。と、変われへんで、みたいな。大切なのは、不要やけれども、重要やとやん。3番目なんて言うてんか。こんなんな、1を聞いたら、せめて2ぐらいしてくれよ、みたいな。1を聞いて10を知れ言うてんやん。案に言うてんねんで、俺。これぐらいな、ちょっと大人やったら分かってほしいな、みたいな。
勇気もない。小学生以下。幼稚園児以下やからな。はい。だからもう家やったらいつでもやめてくれの方がええから。で、俺が、あ、こいつ大変やな、また今まで出さんでねって言うてるからな。なんで、俺自分と比較してもらうねん。俺こんなんやっとってバカみたいやなって思うねんって人間やから。やっぱり、言うてるやんか。犬と喋る、猫と喋る前も言うてんか。どんな犬が可愛いの？どんな猫が可愛いの？自分とこ一生懸命向いてくれる猫やろ？自分とこ一生懸命向いてくれる犬が可愛いんやろ？それはめっちゃ顔が可愛いよりも不細工でも、自分とこ一生懸命聞いてくれた方が可愛いって前回言うたよな。ということは、俺がなんかかっこいいこと言うても、俺とこ振り向いて聞いて、聞こうとする耳が持てへんかったら、全然投稿せえへんねんか。それを理想しようといっぱいない。もうそっちしようと。もうええから。もう綺麗事ええから。もうやめなさい。みたいな。俺はっきり言うわ。たった10人やん。やめたらええわ。みたいな。もうなんかイライラしてくるからさ。なんでこんな、やっぱりこうやって頑張ってくれって俺。俺だから、怪しき仮面軍団、めっちゃ大好きやもん。わかれへんかったら聞きに来るし、どうこうやしって。みんなすっごい今だってお互いやりやっとるからさ、お、すごい上手いな、みたいな。じゃあ、僕、いつらが、自分はまたこんなあげたけど、どうやろうみたいな言うから、絶対ないから。下手すぎるからね、これちゃうやろみたいな。俺は褒めてるけど、以前から比べたら褒めてるんだよって、人前でできるから、絶対できへんからな。こんなんして人前で、みたいな。絶対できへんからな。100% 保証してあるわ。なんでや、こうやって言うときに、最初普通はこう言うて、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 はい、はい、だ、あ、え、ちょっと待って、見てるやんか。俺か、カメラが見てないやんか。どの分野でもどこからでもやる。それ今から言うリレートやつで説明するけどな。まずこれはあらすじをもう完璧に覚えろやねん。先で言うたら、吉田松陰って言ったら、夢があったら、最初に言ったら理想。で、何？計画、実行。それで、文章になるねん。覚える順番だけやんか。理想、計画、実行だけ覚えたら、あの文章言えねんもん。まがみせんでも、それだけ言うたやん。あと一緒やんか。俺がこれ書いてるも一緒やで。これ、やってるやんか。これも一緒やで。観察力して、みたいな。洞察力、どこで、あって、どこで、説得力生まれて、みたいな子たちやからな。まずやる気がなかったら意味ないね。このやる気がなやついっぱいおるから、もういつでもやめてくれみたいな。めんどくさいからもう。人間力っていうのはそんな簡単につけへんということ。視力、体力、忍耐力、包容力みたいな。今包容力があかん。俺包容力がないよと勝手に思ってんねんもん。だから包容力ないやろ。書いたら言えんもん、俺。これで多分この辺で包容力出てくんねんけどさ。おいみたいな。もうちょっとやっぱり、何言うかな、こう。やっぱりな、人間やからさ、こんだけやって答えてくれへんかったら、ええー、って思うで、みたいな。だからほんまの声やったら、まあ、しょうがないけど、お前らちゃんとやっぱり、一応お前、成人してんねんからさ、もうちょっとな、いろんなこともわきまえていいかな。自分のことやって必死やろ。自分のこともっと必死になるやろ。もっと必死にならなあかんわ。はい。もう、いや、見るとだかん。これも英語用だから、英語なんか言ったらまだ一生懸命やってやるから、まだ知的好奇心ちゃうからやらへんねん、もうやめた。で、ちょっとこれやってみようか。これ、君への応援歌やね。作詞作曲、加瀬亮や。これ何年か前に作った歌や。な。心に夢を抱いてるかい。これ、吉田松陰と一緒やんか。理想を持って、前向き姿勢で。それから計画立てよ。これだったら5年のうちに、みたいなもんやんか。な。で、前向きになる、そんな夢を。みーこやひるさん、前向きな考え持たあかん。そんなしてない、同情してもって。それはあひるさんって、同情してもって、同情しても。たまたま、他力本願で、お母さんらしき人に出会ったんやろ。自分で努力してないやん。
そこやねん。でも世間は、世間から同情されて、かわいそうにかわいそうに、そんなクソくらいやって言うたら、またギャーって非難なるやん。だから俺、さっきあったように、幼稚園児は教えないよ、みたいな。老人も教えないよ。俺が教えるのは一番難しい若者とか、会社の社長。若者でも、オリンピック出たいとか、何やら目指すとか、起業してお金を儲けたいとか、そういうやつは教えるけど、どうでもいいやつ教えへんもん。それからお金高いよ、みたいな。社長なんかみんな必死やもん。だから、情熱が違う。要するに、やる気。やね、要はな。やる気スイッチが違う、みたいな。お金たくさん跳ねたら一生懸命引くみたいなもんやと思うね。ほんで、辛いこと、悲しいこと、誰でもあるやん。あっても、俺はちゃんと見てるよって言いたいねん。な。で、誰でも一つ二つ背負って生きてんねん。な。それを楽しむ人の名は、君さと言われてくれって言いたいねん。いろんなことがあっても、前向きにしとったら、いやーみたいな前。それを、いや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 、怒られてばっかりするんと。怒られてばっかりして嫌やな言うんと、前向きに前向きに、自ら厳しいところに入っていて、みたいな。そのが楽やもん、同じすんねやったら。せなあかんってすんやったらやめといてね、身になれ。絶対やりたいねやったらええけどな。と、俺は思うぞ。はい。で、これ一番や。で、二番は、大人になると臆病になんねん。これは、まあ、どうしようかな、これは。そんな考えたら大の大人がさ、動画を喋んねんってバカみたいやん。そんな気にせんでええねんか。俺はずっと温かく見守ってるやん。こんだけ言うたって、俺言うてから何しちゃってる？まだ一回も送っていけへんやつおんねんからな。ありへんやろ。言うことやねん、俺。な、だから、大人だと臆病になる。思ってることとやってることの虚しさや。ああ、出さなあかん。でも忙しいから、やめてまい、みたいな。これやって、極力俺は、これ言うてんやん、投稿したって。午前中に投稿しても4時やもん。夕方にしたら晩、晩にしたら夜中。相変わらず5時間くらいかかるよね。なんやねんと思ってるよ。でも今ね、今の前回でも200超えてんねん。今まで100しかいけへんかってん。今までは300かってんか。で、ドーンと減って、あれやってんけど、200ぐらいは行ってんねん。わけわかれへんねん。そんなん言うてないやん。俺はそんなんもしてるし、いろんなこともやってるもん。だからそれは苦痛違うもん。写真の前向きに前向きに、みたいな、こんなんでも、俺太陽なんやんか。で、明るくどうこうなって、みたいな。こういうのも、どういうのにしようかなって、自分でこれこれ、こういうことやね。わかるかな。ほら、これがあって、みたいな。これが太陽で、みたいな。俺が太陽になれたらええな、みたいな。読めへんじゃねえねん。俺が太陽みたいや、みたいな。一緒になったら焦げるから、みたいな。たまに会うからちょうどええねんって余裕あるからって、俺。な、だから、要は2番は、な、で、人の噂なんだ。気にせんといけたらええねん、みたいな。ちゃんと見守ってるから、仲間も見守ってくれてるから、みたいな。それ、不服か？いやね、家族とは別の、またほんまに親身になってくれる集団やもん。そう感じるようになってくれ、みたいな。どうかな、思うもん。な。で、これは、うてば響け。その人の名は、君さ。うてば響け。俺、言うてなんか、この指止まりが理想やで。打てば響け。あの、普通の人以下やからな。それだけ言うとこは。俺、仕事関係で何でも言うたらもう絶対すぐやるわ。俺、例えば、多分何かこれやってくれ、言うたら、もう仕事全部やめて全部やってくれたりするから、あんまり言えへんもん。だから今、自分自身が仕事でやってた人間が、社長連中とか、そういう子やったから、もう全部言うたらパッと来たり、みたいな連中やから、はぁ言うてしゃあないねん。みたいな。で、そういうのも、もうあんまり怒らさんといてほしいねん。もうはっきり怒る、情けないみたいな。もうええわと思ってきたりすんねんか。だから、もうちょっと相手、自分しか見てないんじゃなしに、相手のことも見ましょうって言うていい。な。んで次これや。3番、失敗しまくれ。思い切り落ち込め。
失敗してないやん。例えば動画送ってきた、やり直し、やり直し、やり直しみたいな。俺すぐがね、動画、はい、はい、もう一回撮り直せ、すぐに来んねん。あ、こいつ撮りだめしてるやつアウト。もうすぐわかんねん、その時点で。なあ、大。わかるな。はい、目線がアウト。はい、すぐ来る。アウト。すぐアウト。撮りだめしてるやつ持ってきてる。違う違う違う。新たに5回やってからやれ、みたいな。でも、最初と比べたら、めちゃめちゃみんな上手になってるわ。自分の方で俺とか投稿来て、アウト、全員アウトになってるんちゃうか。一発合格、誰もおれへんわ。全員アウトになってるわ。アウト、アウト、みたいな。それ何回かやってるし、全部俺、何があかんか伸びてるはずやからな。だから伸びんねん。俺も後半なんてもう言えへんから、アウトしか言えへんからな。めんどくさいねん。そして自分で見つけようみたいな。めっちゃ時間かかるからな。添削付きやから楽やん。あ、今度これ気ぃつけたいな。次合格しやすいやんか。全部言うてるやんか。そやろ？ええやつなんかに見たら、ラップ調で、みたいな。カンペをみんなにやれ、みたいな。あ、こういうのも一つアイディアな。若者には受けるかな、とか。ってなってくるわけやろ。俺の発想ではなかったから、あ、全然丸かな、みたいな。みたいな、若者は歌で覚える。あ、これラップかなみたいな。みたいな声やね。で、焦らず、慌てず、諦めるなよね。これ以前や。焦ってないやん。慌ててないやん。やる前から諦めちゃうのとちゃいまっかってなるやん。俺これ、ね、いっぱい言うんちゃうから、この10人に言うてんねんと、おいよ、みたいな。人生バラ色主義ちゃうて、みたいな。人生バラ色主義は、頑張って失敗して、頑張って失敗して、水面下の白子は努力するなんで自分どんくさいから。自分が努力ってええねん。それせ、人見せんでええねん。単語帳、ほら、アホやからさ、すぐ暗記力がいいから、ガーッと暗記力いっぱい勝ちか見せてるやん。こんなん自慢でもなんでもない。アホやから、繰り返し覚えんねん。あんなんせんでも、エネで普通の会話全部十分できんねんけど。やる以上は嘘をしてたらあかんからで調べたりもするやん。だから今俺風呂で、あれ見てて、あれ見るんやめたもん。待て待て、もうちょっと、基礎の基礎をどうやったら分かってもらえるんかな、みたいな。人間力の原点やもん。言われたことを素直に聞く。あ、俺魅力ないからかな、思ったらもうおしまいやもん。ね、次。どんな時でも君の味方。人生バラ色の主義、その人の名は俺さ、見てみ、これ俺自分で恥ずかしくなってくるわ。人生バラ色の主義、共に歩もうや。なんかこんな俺自分で恥ずかしくなってくるわ。一個も来ない止まれ、誰も止まってへんねんもん。これも止まれ、止まってへんねんもん。だから、撃てば響けみたいな。俺鉄砲で撃つの撃つやからな。撃つの撃つちゃうで、みたいな。なんか情けなくなるわ、みたいな。でも撃てば響けしたら俺の出てくるやろ。だから、ちょっとな、みたいな。君への応援か。やるぞ、こう、こんなもこう、な、やりたいなと思ってんねんけど、まあまあ、ギターやってたから、みたいなのがあって、俺はちょっと伸びてみたわけやんか。で、それができると、これやったかな？これ言うたやんか？あらすじまずバランしろと。な？なら、動画を通じて言いたい結果を伝えたいだけ。時間はあれよ。親大切にせよ。みたいな。あれは教訓。みたいなことを、動画を通じて喋ったらいいよって言うわけやんか。自分でいきなり言うより。それとか、登場人物の役割。こいつは悪者でいこう。あ、こいつは A 者でいこう。こいつはどうこうしよう。自分で設定できんねん。同じ物語の中で。悪い人、いい人言わんでも。ちょっと言葉のあやでちょんちょんすることによって。そして、起承転結。起って始まりやな。承っていうのは、いきさつや。こうなって、こうこうこうで。で、転って逆転や。で、結果や。で、まず、結果を決めてからやっていって、点で膨らますみたいな。ここで盛り上げて、わーあちちーみたいなやつやれんか。これかって、俺子供に言うねんけど、子供に言うときやったら、あちち助けてくれって、絶対、普通の対話をやってるから。ま、落語。こう向いたら必ずこうやってやってるからな。俺別にその、物語、どういうわけやないから、俺が得意なのは、
そういう前向きの若者とか社長とかに言うから、いちいち俺がそんな演技せんでもいいねん。俺が言いたい趣旨を述べたらいいから。でも今みんながおるのは童話の世界やから、あらすじは一個覚えたらどれでもそうやで、言いたいことはそうじゃないで、どう丸書きするんじゃないんやでって言いたいねん。で、極力簡潔にやからな。要するに基本は棒読みにやったらあかん。スムーズにいくとは丸暗記言うてんか。丸暗記って自分のものになってんかったら、次、棒暗記言うとは、もう聞いてて棒暗記ってのは、丸暗記してて自分のものになっとったら、そしてって出てくるやんか。次に、みたいな。出てけんかったら、なんねん。慣れてきたら、接続詞、そして、それから、でもとはなれへんやんか。確実に覚えたらええねん。あとは自分のなりに時間だけキープしたらみたいな。みんなだから、キツネさんと、あ、違う、タヌキさんと、ウサギさんのやりとりとか、おばあちゃんとか、めちゃめちゃうまなってるわ。自分で思うよ。最初から比べてみ。これは写真のあれと一緒。全然うまなってる。こう同じ。やってんやつのさ、もう歴然やからな。一回目なんかもう見てられへんから。でもな、覚えてね、一回目みんな丸持てるやん。なんで俺の優しさやもん。俺二人ってアウトやもん。でもな、四番目で合格せんやろ。一、二、三もらえても四番目なんか合格せんやろ。総合やからやんか。だから四番では、でも、最初の頃の丸。うわ、こんなんおまけやと分かってもたら丸やねん。でも四番は、なかなか、台なんか五、六回あるとちゃうか、もっとちゃうかな。ここは妥協せへんもん。わかるかな？はい。で、これができたら、こういう遊びができんねん。これ間違うなよ。養おう、ディベートで、ディベートでしょ？よう言うねん。ディベート。ディベートというのは、お金をほら、わかるか？ディベートっていうのは、間違いなの。ほら、これやったらディベートちょうだいな、みたいな、誰やんか。お金、補助のお金ちょうだいや、みたいな、ディベート。これはディベートやからな。間違うなよ。ディベートどういうことかって、議論とどうちゃうのは、敵と味方に分かれんねん。いやって答えてたらな。いや、ウサギが正しいよ。いや、キツネが正しいよ。っていう議論な。いや、これグリムとやったわ。な、今度逆にすんねん。はい、じゃあ今度は、キツネが正しいよ。いや、ウサギが正しいよ、みたいな。これが強かったら、仕事にめっちゃ強いことやから、観察力。最初から取ってバーッとやっても、みたいな。グリムしょっちゅうこれかかってきてた、俺に。トランポリンの時もそうやけど、理論でも。3分間クッキングは3分間ちゃうのに、なんで3分間クッキングと言うのとかな。だから逆とかな。なんでやろなんでやろ、俺を助けた方でええねん。これいつでも受けるからな。じゃあ何やいつでリベート、いつでも受けるから。得意とはええねん、好きやから。それは引き出しいっぱいあったらええねん。引き出しいっぱいあって。で、相手が悪くてやから、相手が判定することやからな。これを追って相手が判定することやから。相手はこういうのでこう思っていったら、分かってくれやすいなとかな。どういう時にどういう反応してるか、常に相手の反応やねん。これも一緒やねん。物語も相手の反応を見て、自分がなんぼ立派なカチカチもやっても聞いてる方がよそ向いとったらアウトなんや。下手やと思っても聞いてる方が感動して涙流したら丸なんや。要は聞き手を中心に喋りましょうって言うてねん。みんな自分中心に喋ってね、今。ちゃうで、みたいな。特に4番は合格でけんで、こんな形に、俺こっち見てんや。これがな、こしてどうこう、ちゃうねん、どうでも。ここはリベートとディベートは間違うな。ほら、反対になったら全く喋られへんから、みたいな。やったことないからね。俺簡単に勝つから、いつでも受けるから、みたいな。悪くないということ。だから、一番難しい。ことがディベート、どっちでも勝てるっていうのはすごいことやね。で、本当はこう、いろんな
今ここで、まだ観察力も全然アウトやろ。爪買って、そんな爪いくでそんなみたいな。観察力、あ、投稿の時間でそんなみたいな。いくいく、俺は楽しんでるやんか。次今度ここ行ったらここ行っても時間かかんねん。ここでもやりたいねん。ここでもやりたいねん。ここで協調性、ものすごい重要やって言うたやん、これ。これめっちゃ重要やねん。怪しき仮面軍団、バッチシや、ここ。もう100名から落ちることないわ。俺自信持ってるだろ。10チームがあって、でもその下のやつが、次、はい、なばってやろう。思てないわ。話聞いてたら、しんどい時は、よし、お前ここへ変われって入ってるみたいで。自分らでチェンジして、自分らでなんか、次の、お前来い言うて、3日間、ちょっと休憩するからお前入れみたいなやってるみたい。すごいなと思って、びっくりしたもん。なるほどな、みたいな。でも俺とか報告せえへんけど、こいつら嫌なんちゃうかな。いやいや、必死になってる。なんでやみたいな。なるほどな、みたいな。ものすごい面白いなと思ったもん。で、この間ほら、鬼とか、天狗とか、カッパの話題になったら自分らに共通するもんがあるやんか。必死で聞いてたもん。なるほどな、みたいな。言われてんか、バケモンのあれ、やってや、やけど、あかんって、幼稚園の子怖がるから、これは俺、せえへんでって。なるほどな、みたいな。幼稚園の子は。幼稚園の子はよかったも、もしお母さんが文句言われたってあれやんか。だから嫌やん。だから俺、幼稚園とか、老人のとこではやれへんねん。で、限定してしかやれへん。まあ、そら、100名とか200名とかで講演もするけど、まあ、当たらず、当たらず。10名、20名は言いたいこと。みたいなの。はい。だから人間力ってまだまだ先の話だね。今、観察力。まだ、本当は気力飛ばしてやってねえで。やる気ないやついっぱいおんねんから。ただ、自分の基準であるじゃないで。俺の基準やからな。で、観察力。これもまだまだや。これそんだ、ここへ行くわ、本当。だこれがリベートになってくねえか。この辺でのリベート。で、ここで社会役。してはいけないこととか。あと、説得力、包容力とか出てくるので、作ってないいっぱいあるよね。みたいな形になるから。だから、一つの中で、宿題とか違うねんて。まず4つを合格しよう。合格したら、また次のことも言ってた。あれやんか、アヒルさんがどうこうなんて、せんでええねん。この4つ合格してからやねん。わかるかな？基礎ができとったら、スポーツでもなんでもそう。基礎ができてへんのにやったって無理なんや。基礎一個ガーンとやり方とかどうこうできたら、あとすぐスススッと行くわ。これが体幹みたいなもんや。今やってんのが体幹。一番大切なもん。これをまず徹底して、言われたら響くようになろうみたいな。そのためにチーム分けてんねんから。100対10、絶対負けるぞ。アーシック仮面軍団に。年齢もどうこうも頭も。絶対アーシック仮面軍団の方がアホやぞ。でも打てば響いてると。それだけ。今日はここまで。な。はい。だから、教訓夢。上から目線で言うことないことや。わかったな。今日は宿題とかどうこうじゃない。まず、それができたら自分でやればいいねんか。俺でも送ってきてもいいねんから。カチカチ山住んだら、浦島太郎4パターンやりました。最初1パターンやりました。はい、2パターン。はい、次浦島太郎の次全部やっても死ねたらやんか。4つ5つ。そしたら他のも全部わかるから。また、以上、気をつけ！しまい！